最近やたら目につくこのゲーム、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R、 発売は9月か。は？そのゲーム露伴先生も買うんですか？いや、買うかどうかは。なんだ、光一くんは知っているのかい？もちろん。じゃあ今から僕が紹介しますね。一緒に見ていきましょう。ジョジョの奇妙な冒険がスタイリッシュ対戦格闘ゲームで登場。時代も世代も超え、50名の選手たちが集結するんです。ほう、しかし数がいればいいってものじゃない。こいつらの能力がどんなものか見てやろうじゃないか。来い、たっぷり波紋を流し込んでやる。自らの呼吸でエネルギーを生み出す波紋です。力を貯めて強力な攻撃につなげるんですね。我がモードは光、再葛藤のモード。自身の属性を生かしたモードの使い手はなんと人間を超えた超生物。僕はできれば会いたくないですね。無理だ。スタンドのパワーを全開だ。僕たちと同じ能力、スタンドです。露伴先生、このディスクを抜き取られた人、動きが制限されてるみたいですよ。行動を制限するスタンドか。僕のヘブンズドアーと似た能力なのか。向かい風ってのは相場が走るのを助けるためにあるんだ。このゲームには馬に乗って戦う人たちも登場するんですよ。この人のスタンドも成長して姿が変わるみたいです。僕のエコーズと同じだ。オラ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 。ほう、これは取材のしがいがありそうだな。今度はバトルを構成するシステムを紹介します。見てください、画面の外から丈太郎さんが助けに来てくれましたよ。あらかじめ選んだキャラクターをアシストとして使えるシステムです。まあ鬱陶しい連中を呼ぶくらいなら僕は一人で戦うがね。相手の攻撃をいなした。タイミングよくガードをすれば避けられるということか。かっこいいポーズで華麗に避け、有利な状況を作りましょう。このシステムを使えばボタン連打で手軽にコンボが決められます。これならゲームが苦手な人でも簡単に遊べそうですね。便利な機能もあるもんだな。他にも僕たちが迷い込んだ振り返ってはいけない小道など、恐ろしいステージギミックもたくさん登場します。怖いな。すごい、すごいぞこのゲーム。もっと情報を知りたい、知りたいぞ。わかりました、露伴先生、次はゲームモードについて紹介します。オールスターバトルモードでは夢の対決が実現。おい女、新手のスタンド使いか。若い、どういうこと。ここでしか見られない掛け合いか。こんな体験めったにできるもんじゃないぞ。おう、BGM やコスチュームまで手に入るんだな。ジョウスケ君がこんな服を着ているなんて珍しい。次は1対1のバトルはもちろん、3対3のチームバトルや最大8人までのトーナメントで腕を競い合う VS モードです。ジョウスケ君や奥安君、ゆかこさんたちとも楽しめそうですね。ふっ、ボコボコにしていいってならやるがね。8連続バトルに挑戦するチャレンジバトルや、体力が続く限り戦うエンドレスバトルが用意されたアーケードモードも。こちらが音を上げるまでこの岸辺露伴が負けることはないがな。そして好きな設定でコンボ練習ができるプラクティスモード。さらにそこで鍛え上げた腕で世界中のプレイヤーと対戦、オンラインモード。どこの誰が相手だろうと、やるからには勝たせてもらうぞ。実にいい、気に入ったよ光一くん、一緒にやろうぜ。先生すぐ熱くなるからな。ヘブンズドアは禁止ですからね。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R。 9月発売。
ステーション。